こんにちは。今日は3月5日です。今日はちょっと動画出さないとこうかなと、昨日料理の動画出したんでねと思ったんですけど、今インターネットのニュース見てたら、アマゾンとかメルカリのマスク転売ヤーの人が規制がかかったってことで、まあざまあ見ろみたいな、そういうコメントを見つけたりとか、まあその人らがマスクの不足を招いたんじゃないのかみたいなコメントが書いてあったんで、ちょっと面白いなと思って動画にしようと思って撮っています。まあね、何が面白いかなっていうと、実際ね、その転売をして、まあ、僕も転売したから分かるんだけど、昔別に転売してる人って規制がかかったって何も困らないんですよね。なんでかっていうと、別に他のものを売ればいいから。でこれね、まあこれ多分こうやって言うとすごい嫌な思いする人いっぱいいると思うんだけど、マスクなくて困ってる人とかね。だけどこれ本当に単純な理由で、その転売ヤーがそうしたからマスクが不足になってるわけじゃないのは当然なんですよね。これ理由は簡単で、みんなが欲しがるからなんですよ。転売ヤーの人っていうのは、その転売する理由っていうのはもうみんな知ってる通り、お金が儲けたいからなんですよね。でお金が儲けたいからっていうのは、やっぱり買う人が買うからなんですよね。でほかっとけばいいんですよ。そんなのほかっといたら、転売ヤーっていうのは結構命が短くって、もう売れないんだったら他のものを売り出すから。だけど売れるからやるんですよ。これ鶏卵みたいな話になっちゃうけど、もうほんと単純なそんな話で、転売する人っていうのはもういっぱいいろんな商品があって、別にそんなマスクになんかこだわる必要ないんですよね。たまたま美味しいからやってるだけで。だからまあ駆逐しろ駆逐しろみたいな感じで、規制をしろこれもしろこれもしろみたいなこと言ってるけど、結局ねそれやって困るのは、物をネットとかしかね、こう物を作れずに買う人っていうのが困るだけなんで、自分たちの首を絞めてるってことを、まあ、ちょっと意識した方がいいんじゃないのかなっていうふうに僕は思ってます。まあとはいってもね、多分結局みんなその欲しがっちゃうから、そのなかなか収まらないっていうのが現状だと思うんだけど、転売ヤーをしてる人たちの商品を規制したからといって絶対それは収まらないし、収まらないっていうのは、その1商品については収まったとしても他の商品には全然関係ないことだから。でもっと言うと、何をもって転売と言って、何をもってこう物販と言ってみたいな、そういう話もあったりとかするので、もうこれは本当にない時にはその高いお金を出してまで買わないっていうのが一番いいことなんですよ。だからもっと言うんだったら、僕からすると高いお金で買ってる人が転売ヤーを、助長してるっていうことですよね。まあ、それ買った人を悪く言うなっていうかもしれないし、そういう高いお金を払ってでも買いたいっていう人はいるかもしれないから、別にそれはそれでいいんだけど、転売ヤーを駆逐するために商品を規制をかけたらどうなるのかっていうと、ぶっちゃけそのマスクを扱う人が減るっていうだけであって、何もその関係ないと思います。どっちにしても同じところに戻ると思いますよ。これは多分ね、その物をネットとかでしか買ったことない人っていうのはそういう見方をすると思うんですけど、実際にそのマスクを売ってる薬局店だって、そのマスクを作ってる人から直接買ってるわけじゃなくて、卸屋さん、問屋さんから買ってて、問屋さんから卸してるだけなんで、別にその売り先がね、小売店舗になるのか個人店舗になるのかっていうだけの違いで、そんなにね、それは大きな問題じゃないと思いますよ。まあ、これは多分ね、本当に自分がやってたからそっちの味方をしてるっていうよりも、自分がやってるからすごいそういうのがね、理屈がよくわかるっていうだけの話なんですけど、なんでなんていうんですかね、こう炎上とかも、そのインターネット上のこうやり取りの炎上とかもそうだし、こういうマスクとかね、高額転売が始まるものに関してもそうなんだけど、買いたい人だけ買えばいいんですよね。でその一定の金額を超えたら買わないっていう人は買わなきゃいいんですよね。でだって例えば逆に、そのじゃあマスクがじゃあ1万円で売れますっていう状態が続いたら、めちゃくちゃそのマスク業界とかが参入してくるんですよね。今までマスク販売してなかった業者さんとか繊維業者さんが、じゃあ俺らもマスク売ろうぜってなるんですよ。そしたら価格っていうのは絶対にこう落ち着いてくるんですよね。だけどそのそうしないってことは、それだけの価値がないってことを見越してるんですよね、市場に。マスクにそれぐらい の, そのニーズがないってことが分かってるから、一過性のものだって思って参入してこないんですよね。だから一過性のものなんだから、そんな焦らずに
今どうしてもマスクがいるって言ったって、マスクがあったから何かが防げるわけでもないわけだし、マスクがないんだったらマスクがないなりに他の方法を考えればいいと思うし、もちろんそれは何でもかんでも自分が欲しい時にタイミングよく手に入ったら一番ベストなんだけど、それはね。だけどそれって別にマスクに限らず日常生活の中で、あ、自分は本当はなんか50万円のパソコンが欲しいんだけどお金がないから10万円のパソコンにしようとか、本当は1000万の車が欲しいんだけど1000万も買えないから300万円の車にしようとか、そうやってこう自分たちで代替品っていうか代わりのものを見つけてやっていくっていうのが日常生活でも当たり前のことなので、その高額のマスクが買えないからマスクを転売してるやつが悪いっていうのは、それはちょっと違うと僕は思ってます。まあ、よくなんかそのマスクをね、最近はその手作りしたやつをメルカリで売ってたりとか、そういうのもあったりとかして、別にそれ使えばいいんじゃないのかなっていうふうに思ったりするし、もしくはその手洗い、うがい、睡眠、食事、そういったところで自分のその強くね、体を強くするっていう方法を選んでもいいと思ってるし、まあ、腹が立つ気持ちは分からなくはないですけど、結局その人たちを喜ばしているのは、そうやってこう加熱してね、そのマスクが欲しい欲しいっていう気持ちを表に出しすぎる人たちが、転売屋たちの気持ちを助けてるっていうところを自覚した方がいいかなと思っています。まあ僕はね、別にどうなんでしょうかね、マスクがあって防げるわけじゃないけど予防したいんだよっていう気持ちは分からなくないけど、ちょっと中毒かなというふうに僕は思って見ています。お前は全然関係ないところに住んでるからっていうふうに見られるかもしれないけど、なんか日本人ぐらいじゃないですか、あんな街中でマスクしてる人って。だからマスクってすごい、そのしてマイナスなものではないけど、して絶対にこうフィルタリングできるものじゃないから、そんなにそのマスクに固執する必要ないと思いますよ僕はね。1万円でマスク買うんだったら1万円で気持ちがいい枕買ったりとか、美味しいご飯食べたりとか、あとはその日々ねストレスがかかる生活してるんだったら、そのストレスを解消するようなものにお金を使ったりとかして、代わりのことをした方がいくらか1枚のマスク買うよりも体に対しての抵抗力もつくと思ってるし、そっちの方がよっぽど自分の体を大切にしてると思っています。本当に転売屋を苦しめたいんだったらマスクを欲しがらないことだと僕は思いました。以上、今日はね、あんまりもうこの話は場所も近くなってきたししないかなと思いましたけど、ちょっと見て面白かったので、動画にしてみました。じゃあねー。